Dinosaur Research Channel。 皆さんこんにちは、 DRC の竹です。今回は予選 K ブロックと L ブロックの第2回戦の様子をお届けいたします。それでは早速 K ブロックから参りましょう。さあ始まりました、予選 K ブロックの2回戦。エントリーナンバー12番、伊吹スイカさん、 VS エントリーナンバー38番、ダビッシュフィネガンデグロートさんですね。伊吹スイカさんの1投目がズニケラトプスラキセブンタイプ、対するダビッシュフィネガンデグロートさんの1投目はインドスクスですね。さあ K ブロック K ブロックの代表となるのはどちらなのでしょうか。あ、どこからでもどうぞ。わしは恐竜キングになるんだぞい。さあ初手からアイコでは終わらさず、プラズマアンカー先制攻撃がズニケラトプスとなりました。さあ防御力もダウン。さあインドスクスの反撃に出るテイルスマッシュ、スマッシュ。さあ行こう。サンダーバズーカー、ズニケラトプスの攻撃。さあインドスクス瀕死の状態。さあここから逆転できるのか。おっとインドスクスダウン。さあ2投目はまたも風属性ルゴプス、予告タイプですね。アクトダイスの目をどれだけ大きな数を出せるかが鍵ともなってきますね。わしは恐竜キングになるんだぞ。先制攻撃はズニケラトプス。さあ予告成功、かまいたち。さあここでズニケラトプスダウン。2投目も雷属性ペンタケラトプスですね。ハンタータイプ。すごい完璧だ。どこからでもどうぞ。わしは恐竜キングになるんだぞ。さあかまいたち、ズニケラトプスを仕留めたかまいたちでもう一度ペンタケラトプスに攻撃を仕掛けていく。さあ反撃に出るペンタケラトプス。さあ超必殺超技ハリケーンビート。おっとペンタケラトプス、これを耐えた。
がしかし最後の力を発揮することなくパクトダイス。さあ目はオーバーキルだろ。それは6、最大の6でペンタケラトプスダウン。さあ息吹スイカさん、最後の恐竜はスーパーガブガブガブ。龍太の大好きということでライトニングアクス、稲妻ファンクス、ガードリングスパーク。このキャラクターは一度も攻撃することなくダウンしてしまいました。さあかまいたち、さあ1回目のフュージョンマークをスルー。さあ相手を甘い気づい。さあ強いキャラクターの攻撃、あ、ガブだった。さあルゴプスダウン。最後の恐竜はブラックティラノサウルス。ここに来て大物が登場してきましたね。テクニックゼロですけど、まあでも技カードで350まで上げれるんですね。この戦いを制して K ブロックの代表となるのはどちらなのでしょうか。超必殺超技ディノコンボ。アンダーボルト。ダイナズマファランクス。1、2、3、4、5。おお、半分近く。さらにライトニングアックス。さあ2回目のフィールドです。さあ力を投げ出しております。ブラックティラノサウルスはここで勝ったの。トリケラトプス。さらにコンボはパー、アンダーボルト、そしてアップダイオン使った。セーブ間に合った。稲妻ファランクスでフィニッシュするのか。多分しますね。これはこれでブラックティラノサウルスダウン。勝者息吹スイカさん。カゴ忘れんなよ。また遊ぼうな。さあ始まりました。予選 L ブロック第2回戦、エントリーナンバー22番アイアンダンさん VSエントリーナンバー18番三本角のカオさんの対決です。アイアンダンさんの1投目は超アクトケントロサウルス、毒タイプですね。対する三本角のカオさんの1投目は回復タイプのオロロチタン。ネイチャーズブレッシング回復技ですね。しっかりと装備しております。お前たちの力見せてもらおう。さあバトルスタート。まずはアイコー先制攻撃はケントロサウルス。がしかし草状態にはダメージが入りにくいのでデバフ毒を持ってようです。さあアイコー、またアイコー、さらに毒。これアイコーになりすぎると厳しいですね。
さらに行こう。さあ、さあ超必殺超技クエイクセイバー、オロロチタンピンチか。さあどうなる。おっとオロロチタンダウン。さあ2投目はスーパーティラノサウルス。マグマブラスターデスファイアクリムゾンフレーム、なかなかに強力な技ばっかりですね。お前たちの力見せてもらおう。ワクワクしてきたよ。さあ行こう。アイコが多いですね。さあケントロサウルス強い、攻撃が止まらない。さあ1回目のフュージョンマーク。さあケントロサウルスアイコ以外のダメージ未だ受けていません。さあおっと、さあ2回目のフュージョンマークですね。ここは勝ちたいティラノサウルス。しかしかしティラノサウルスダウン。さあ最後の恐竜はアルバータケラトプス。ケントロサウルスの脅威の強さに驚いております。お前たちの力見せてもらおう。いまだ三本像のカオさんの距離は攻撃してませんからね。なすすべなくケントロサウルス。さあ行こう。アイコ以外のダメージはないですからね。さあようやく攻撃をすることができた。がしかし土属性ですからね、雷属性の攻撃はなかなかに入りにくいです。さらに土の力がみなぎる。おっとここでアイコンになってしまった。クリスタルブレイク。おっとさらに毒状態状態、そして防御力ダウン。きついぞこれは。さあそれでも攻撃をやめないレバーダケラトプス、頑張ります。ギガライリン、厳しい戦いです。土属性の相手に雷属性は。さあギガライディーンもう一発。そろそろケントロサウルスを倒したいところ。ここでケントロサウルスようやくダウン。さあ2投目、ようやく2投目ですね。アルカロドントサウルス速攻タイプです。苦しめられてきた毒はなくなりましたが、こちらもなかなかに攻撃力が高い恐竜ですので、どうなることやら。お前たちの力見せてもらおう。ワクワクしてきたよ。さあアルバータケラトプスピンチですからね。さあテクニックアップ。ふう、これは偉大。おっとアルバータケラトプスダウン。勝者アイアンダンさん、ケントロサウルス非常に強かったです。多分忘れんなよ。また遊ぼうな。 K ブロックの代表は伊吹スイカさん、 L ブロックの代表はアイアンダンさんとなりました。次回は予選 M ブロックと N ブロックの第2回戦の様子をお届けいたします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。